お能の太鼓は、お能のその長い物語の中で一番クライマックスの、一番盛り上がる部分を、打ちますので、そういった一番、盛り上がったところクライマックスを、打てるという、ところがとても、やりがいのある、楽器だと思っております。